今日は6月16日、今午前7時半過ぎですね。35分ちょっと過ぎです。じゃがいも掘りですね。これじゃがいもです。うん。この網はイノシシよけということで、ちょっと待ったかんね。イノシシよけということで急遽袋が張りました。というのは、木の陰ですね。木の陰が仲間内というか、ちょっと見えるかな。で、あそこが電柵を3段にしてあったんですよね。それでもう入られて、ほぼじゃがいもが全滅だったということで1、2週間前です。はい。だからその時その話を聞いてお袋がこれをやったんですけど、はい。まあそういうことで、まあイノシシの害がいろいろあります。はい。幸い我が家のここの畑には入ってませんけど、はい。はい、そういうことで今からこの網を取ってから茎、じゃがいもの茎を切ってそれからじゃがいも掘りですね。はい、そういう作業になります。ここは赤じゃがいもでした。赤でした。で、茎は切らないでいいということで、はい、掘れればですね、また後で全部集めて片付けるときが切ったらまた根の方と上の茎と、集めるのが大変なんで、はい、ということでもうそのまま掘ってます。はい、そういうことで今こんな状況ですね。一応掘り終わりました。赤じゃがはもう掘ってしまったんで、赤じゃがから向こうから、コンテナに入れて、まあ、軽トラに乗せようかなと思ってます。はい、10時15分ぐらいですね、今。もうすぐ終わります。あれだけですね。赤じゃがの方が、ちょっと、調子が良かったみたいですね、生育が。まあ、大きさはあんまり大きくないけど。白じゃが、普通のじゃがいもはちょっとあんまり大きいのは、あるのはあるけど、量的にはちょっと入ってなかったんですよね。はい、まあこういうふうにな感じで作業終了ですね。はい、撮影終わります。